戻ってきちまったか。うん、ようやくね。待ち望んでいたんだがな。本当。最後まで付き合ってくれ。ああ、もちろん。当たり前だ。全部終わりにしよう。はあ、この辺夜も明るかったよね。明るくしないとな。胸が痛い。俺お城まで行けるかな。これ行ける。こんなん乗り越えんの得意だろ。まさか、今だってギリギリだ。だいぶ吹っ切れてんじゃねえか。言いたいことは言ってやる。なんだか王様らしくなってんな。もう王様だからな。ああ、全力で支える。ひどいな。10年の放置でこうも荒れ果てるか。立て直し頑張ってくれよ。一人抜けたみたいに言うなって。でも引っ張ってくのはお前たちだ。ああ、分かっているさ。しっかり話ができねえのは残念だな。ハンターとして活躍してたんだろ。盾は10年も王を失ってたからな。あと少し機能してくれよ。そう言われちゃ仕方ねえな。この辺よく遊びに来たね。飽きもせず毎日な。王子が働いていた店もこの近くだったな。あの不愛想なアルバイトの店が。笑顔でやってるつもりだったんだけどな。イグニス、光は感じられるのか。ああ、少しなら。夜が明けたらそれはわかるが。多分な。よかった。タルコットもついてきたがってたな。一人前のハンターだしね。子供扱いは失礼だが、どうしてもな。立派に成長してたな。ジャレットも嬉しいだろ。俺たちもハンターとして成長したでしょ。結構しごかれたよね、将軍に。アラネアにもだいぶ指導を受けたな。ま、無駄にはならねえか。野獣相手の仕事は残るだろうからな。あ、頑張ってくれ。気に入ってた店もあったが、ここらもひでえものぜ。町の中でも戦ってたんだっけ。調印式に出ていたらきっと今はなかったな。外にいて帰れなかったから今帰ってこれたんだ。しょっちゅう野宿してたのもいい思い出だ。夜更かしも寝坊も目いっぱいしたね。自由気ままな生活だったな。懐かしいな。あの日何も知らずに俺たちはここを出発したんだな。旅のことしか考えてなかったぜ。外に行けるってワクワクしてたっけ。最高の日だって思ってた。昔この辺りで王子を補導したっけな。ああ、そういえば怖いお兄さんに絡まれたね。あったな。首根っこつかまれて城に連れて行かれた。あの頃は大事な予定をよくすっぽかしていたな。市民に紛れちまってよ。
探すのに苦労したぜ。ああ、レガリア、お前たちで好きに乗ってくれ。え、でも工場に飾ってても仕方ないだろ。持ち主がいねえのにか。だからだよ、かまってやってくれ。壊れてねえ建物は掃除すりゃ使えるか。ああ、いけそうだね。レスタルムも人でパンパンだからな。ここに戻りたい人も多いはずだ。準備はしておこう。